初にちょっとこちらの注意事項になりますので、一度目を通していただいて、日付とお名前と連絡先用の電話番号をお願いします。はい、はい、はい、ありがとうございます。で、本日なんですけど、全力を指してまず何でこう見つけてくれましたか？ SNS で。ありがとうございます。本日の一番のお疲れの箇所を教えてください。多分、後ろ、腰、ちょっと触れて確認してもいいですかね。背中と腰、この辺、上の方もお疲れですか？下の方がしんどいですかね、この辺、腰のあたりとか。あ、多分上と下も、全体的に、OK です。じゃあこの辺ちょっとしっかりやっていきますね。はい、はい、過去に大きな怪我をされたことはありますか？ないです。大丈夫ですかね。普通で、普通ぐらいで、はい。圧の強さもの場所によって変えてきますので、途中お声掛けしながらやっていきますね。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあお荷物下に下げますね。はい、腕下に下ろしていきます。はい、なんかこれはお話しした方がいいですか？あ、はい、大丈夫です。自然な感じで。ゆまさん、この店に働いてる、どれくらい？はい、半年ぐらいです。あ、そうですか。そうなんです。このお店が昨年の10月にオープンしてるので、はい、まだのお店自体が新しいんですよ。はい、強さは大丈夫ですか？大丈夫です。はい、強くなるからこそ効いてます。結構強く感じますか？圧の強さは痛気持ちいいぐらいがベストなので、痛すぎたり物足りなかったりしたら遠慮なく教えてください。わかりました。この辺がすごく硬いですね。はい、確かに他のマッサージ屋さんもそう言われてる。ああ、同じこと言われますか。この名古屋に来られることはよくありますか？あ、いえ。初めてですか？あ、今2回目です。あ、そうなんですね。前回は、メイド、はい、メイドさんからのマッサージを受けてました。そうなんですね。はい、
今日も帰られるんですか、名古屋は。はい、そうです。そうなんですね。名古屋はご飯が美味しいのでぜひいろんなとこ行ってみてください。はい確かに、うん、名古屋のうなぎがおすすめです。ああ、そういうの前回は、うん、食べました。あ、なんすまマブシ。あ、ひつまぶしですか。あ、はい、あ、どうでした。はい、美味しい。めちゃ美味しいです。あ、この辺ですか。この辺の。この辺は、はい、多分違う。この辺です。うん。ひつまぶし美味しいですよね。はい。高いけど。そうです。尻をほぐしていきますね、はい、お尻の強さは大丈夫ですか。はい、大丈夫です、はい、お尻硬いですね。そうですか普段は座る時間長いです。そうかもしれないですね、はい。座ってるとどうしてもお尻が常に圧迫される状態が続くので、どうしても血流が悪くなりやすいですね。なるほど。その体のいろんな筋肉の中でも特にお尻の筋肉って大きな筋肉なので、ここが固まってくるとその周りの筋肉が同時に固まってきます。特に腰とかもセットで硬くなるので、腰痛の方はお尻をほぐすと楽になります。そうなんだ、ランニングしてるとき、はい、お尻の筋肉を鍛えますか。あ、ランニングも使いますね。あ、そう、そんな。とびとび何もしてます。あ、そうなんですか。はい。走るの好きなんですか、サミさん。すげえ嫌いではないで。定時的に。体のために。はい。すごい。健康的ですね。この辺痛がる方は多いです。あ、そうね、はい、大丈夫ですか。ちょっとだけ、ちょっとだけだ今は船でマッサージしてるとか、うん、あ、肘で、はい、はい、
構ランニングしてると足も疲れませんか？はい、疲れます。の筋肉には表層筋と深層筋っていう2つの筋肉があるんですけど、聞いたことありますか？足の筋肉ですか？あ、なんかこの肩とか背中とかも全体的なんですけど。あ、それに詳しくないんですけど、うん、この表面にある筋肉は自分で触ることができて、深層筋が自分では触ることができない、結構奥の方にある筋肉なんですけど、表層筋は揉みほぐしで、表層筋表面にある、あ、表層筋、はい、今ほぐしてるのが表層筋っていう表にある筋肉で、このもっと奥の方にある深層筋という筋肉はストレッチでアプローチをかけていきます。今からももの前側の筋肉を伸ばしていきますね。はい、はい、じゃあ一旦足元失礼します、はい、息を大きく吸って吐きます。しんどくなったら教えてください。1、2、3、はい、もう一回いきます。大きく吸って、吐いて、1、2、3、伸びました。今深層筋を伸ばしていってます。はい、はい、ひねります。で、吐いて、1、2、3、もう一回いきます。伸びましたか？大丈夫そう。はい、はい、普段ストレッチはしますか？うん、あまりしないです。あまりしない。じゃあ今日はちょっと2ヶ月前、うん、ところで全部ストレッチしてました。あ、そうなんですね。はい、普段されてない方だと結構今日痛いかもしれないです。はい、痛気持ちいいぐらいストレッチをかけるとどんどん体が柔らかくなっていくので、ぜひ続けてもらえたらと思います。Thank you.
ちょっと痛い、ね、痛いですか。こちらも前もものストレッチをかけていきますね、はい、吐いて力抜きますね。そうです、そうです。 1,2,3 めちゃめちゃ硬いですね。もう一回いきますね。大きく吸って吐いて、伸びてますか。あ、ちょっと痛い、うん、1,2,3です。足の付け根を伸ばして吐いて、1,2,3もう一回吸って吐いて、1,2,3はい、ゆっくり戻します。結構こんな感じで普通のマッサージとはちょっと違って、はい、結構アクティブにやっていきます。今度こっちも全力です。名前の通り全力です。はい、肩の強さは大丈夫ですか。はい、大丈夫です、痛かったら教えてくださいね。はい、今おいくつなんですか。とりあえず30代。30代。今さおいくつ。私は今年30になります。あ、はい。もうお若いのにこんなに肩がガチガチなんですね。あ、この肩、うん、そうです。肩は普段はあまり動かないです、はい、あ、ちょっと痛い、ちょっと痛い。でも大丈夫。大丈夫ですか。はい、痛気持ちいいぐらいですか今。はい、うん、
はい、大きく吸って、はい、吐いて。痛くないですか？大丈夫です。はい、1、2、3。もう一度いきます。で、吐いて。1、2、3。今肩の前側を伸ばしていきました。普段なかなかこういう動きすることがないと思うので。肩の前。うん。はい、肩の前を伸ばしました。はい。こちらも肩の前側伸ばします。大きく吸って、吐いて。1、2、3。もう一回いきます。で、吐いて。1、2、3。ちょっと痛い。頑張りました。ちょっと硬いですね、肩周り。はい、ここに。はい、そうです。吐き吸って、吐きまーす。1、2、3。はい、では私の手首を掴んでください。はい、こっちもお願いします。じゃ腰を押していきますね。息を吸って、吐いて。1、胸をしていきます。大きく吸って、吐いて。1、2、3。はい。じゃあ今の腕を上げるところからいきますね。足外側に。足。足。そう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 。はい。じゃあ上で曲げていきます。はい、息を吸って。吐いて、1、2、3、3回いきますね。上で曲げます。息を吸って、吐いて、1、2、3。はい、では最後ですね、両手頭の後ろで組んでいきます。目線前のままでお願いします。息を吸って、吐
ですね、はい、反対も行きますね。もう一回頭の後ろで踏みますよ。こっち両方両方さあさあさあ、吸って吐いて、1、2、3、はい、楽にしてください。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。